マスター、私はお前に伝えなければいけないことがある。私にはやはりこの手の行為は困難であるようだ。破壊の機械、殺戮の装置、この手に触れるものは全て壊れゆくのみと、そう思っていたが、このようなものになってしまった。チョコレートを作っていたはずなのに、ブーディカもマルタも私に教えてくれた。料理、調理なるものがいかなる意味を持つのか。アントワネットも、甘味とは時に人を癒すものであると。なのにこんなものになってしまった。我が手に触れるものは壊れる。壊れなければ軍神の三色光そのものになってしまうとは。不覚であったというほかない。だが案じないでほしい。うん、外装を剥がせば多分問題はないぞ。チョコレートは良い文明だ。だから私が触れても破壊されずに残っている。どうか味わって食べてほしい。気持ちは壊せない、というのはいい言葉だ。